はい、えー、2023年、今夜の9時14分です。えっ、ー、とね、今日の朝起きたら薬上されてたんで、ちょっと振り返りたいと思います。僕は YJFX ですよね。えっ、ー、とね、あのー、僕、あのー、ま、昇進者なんで、1万円の証拠金でやってますけど、1万円の証拠金で1600円の利益でした。えっ、ー、とや、まず薬上履歴見ましょうか。 はい。これです。あの、カナダドル円の、えー、これですわ。1600円ね。ここ、これが、これが、あの、利益ですね。で、これ、あの、ま、取引通貨で、ま、2000通貨ですわ。1万円の証拠金で、ま、2000通貨でできたんで、で、あの、80ピップス取って1600円の利益ですね。で、入ったのが、えっ、ー、と、朝の8時14分。僕、あの、普通に仕事してるんで、仕事始まる前にね、 あの、携帯見たら、あ、これいけるかなと思って入ったんです。で、あの、したのが、あの、その日、丸々一日仕事終わって、あのー、まあ、日付が変わって夜、夜の十、夜の十二時十七分ですね。なので、まあまあ、いい取引だった。僕、もう、その時寝てたんでね、あの、自動で損切り、自動で損切りと利食いを自動で設定してて、で、あとはほったらかしですよ。僕、普通に仕事してるんで、 チャートは見れ、貼り付けれないんでね。チャートに貼り付くのはちょっと無理なんで。で、ここで取ったんですよ。まあ、カナダドル円の4時間足で見ると分かりやすいんですけど、まあ、その前に、一回もっと大きい足で見るとね。まず、週足で見ると、ほら、週足で見るとよく分かるように、ちょっとあの、ここでダ,ダブルボトムダブルボトムっていうんですかね。 ダブルトップの反対2つこう,こうあってでこう上に行きかがってたんですよねで今も行ってますけど上にねなのでこう上げ相場だなっていうのは分かってたんですよでそうでなくてもねあのダブルボトムじゃなくてもこう全体的に上げ相場なんでねで上げ相場の中で押しが来てダブルトップで上なんであこれはあのあの買い目線だなと思ってで次に あの日足ですよね日足,で日足で見ると一旦ここで頭頭打ちされてこれ通り過ぎてこの辺でも一回こう下げ止まりになっててでここで頭打ちされててなのでこの線結構硬いかなと思ってねはいここにもここにもヒゲの頭がここで。 しっかり止められてるんでまあここは硬いかなと思ってねというわけでとりあえず上げ相場っていうのを見てあとはタイミング見計らってたんですよねで4時間足ですよね4時間足が結構分かりやすくてこれはあの僕のねあの得意なあの僕の必殺技ですよこのトレンドラインを引いてはい このトレンドラインを引いて、で、ここぶち破ったんですよね。ここぶち破ったんですよ。あの一回ここぶち破ったんですけど、上に行ききらなかったんで、一旦ここを抜けてからスタートですよ。ここを抜けてからスタート。ここを抜けてからスタートね。んこれ邪魔。これ、これを抜けてからスタートね。これ、このトレンドライン引いて、 で、ここで一回ちょっと抜けたんですけど、ここで一回下がったんで、これ抜けてからスタートですよ。で、損切りは簡単で、損切りは簡単で、ここですわ。ここ、ここ。ね。はい。で、利食いも簡単で、ここです。利食いも簡単で、ここ、ここ。だから、ここですよ。ここを取ったんですよ。ここを取ったんです。で、これがね、50ピップスで、 で、リグイの方は80ピップスですよ。だから50負けるか80勝つかの勝負で、あの、勝ちましたね。で、これ僕の結構勝ちパターンで、これはあの、マンタトライアングルって呼んでますね。この三角形のことをね。これはあの、別にそんな正式名称じゃないですよ。あの、僕がそう呼んでるっていうだけの話ね。なかなかいい取引だったと思いますね。あの、入るのは手動で入ったけど、 あのたまたまその時にいい感じやったんで、手動で入ったんですけど、あの、損切りも利食いも、もう自動、自動決済で仕掛けといて、まあ、もしダメだったとしても、50ピップスで切れるように。で、うまくいったら80ピップスで切れるように。で、最初入ったら、あとはもう手放しですよね。見ないっていうのがね、僕のやり方ですわ。で、証拠金、あの、1万円で、えー、1600円稼げましたね。 まあ僕はちょっと昇進者なんでねちょっと FX はまあ大きいお金でやったらちょっとうまくできないんでねまあこれでの器のある人はねもちろんあの,あの僕1万円の証拠金で1600円なんですけど当然まあ10万円の証拠1万6000円ですね稼げるっていうことですよはいというわけで今回はうまくいったその取引でしたね 以上です。